有馬記念の勝ち馬、里のダイヤモンドのお父さん、ディープインパクトのウォーキング映像など136頭を収録。スタリオンズインジャパン2017、サラブレッド血統センターオンラインショップなどで大好評発売中です。動画をご覧の皆さん、こんにちは。今週は土曜日の阪神11レースからキングズガードを推奨します。去年の秋から1000球、トップクラスに揉まれてきて、力をつけてきていると思います。大きく崩れたのはフェブラリーステークスだけなので、あとはカフジテイクあたりとね、こう強、いい競馬をしてきていると思います。で、今回休み明けですが、仕上がりはびっしり乗り込まれて良いと思いますし、58キロでもオープン特別ならと思います。阪神 1400m は5勝を挙げているベスト条件でもあります。一番人気にはならないと思いますが、中心はこの馬からと思います。相手もね、割と絞れそうなので、充実している、そして前走が強い競馬だった光栄エンブレム、おそらくこれが一番人気ですが、これは相手筆頭にしますけれども、他にもスマートアバロン、スーサンジョイ、サウススターマン、北サンサジンあたりまで考えてます。ありがとうございました。